碑文谷淳、東京東海大学言語学研究センター教授。人の怒らせ方をテーマにした独自の研究で今最も世間の注目を集めている怒りの第一人者である。昨年発売されたオリジナル DVD「温厚な上司の怒らせ方」で彼は人を怒らせる方法という独自の研究分野を広く一般に認知させた。そして現在日本で最も多忙な大学教授の一人となった碑文谷淳。これを覚えてください。そんな碑文谷教授の知られざる素顔に迫る。休日の碑文谷は自宅近くのこの公園によく足を運ぶという。忙しい日々の合間に緑に囲まれた空間で心を落ち着ける。言語学者でありコミュニケーションの専門家でもある彼にとって人間観察にかける時間は研究に重要なヒントを与えてくれるのだ。先生、休みの日はいつもこういうふうに公園に来られてるんですか？そうですね、やはり普段、まあね、狭い研究室の中にこもってることが多いのでやはりいいですよね、こう自然に触れるっていうのは。だから好きですよ、公園とかに行くのは。最近は DVD とかも出されてご活躍されてますよね。ありがとうございます。あれを出したことによって今まで怒らせ方とかに興味がなかった人もですね、怒らせるということに関心を持っていただけたので非常に良かったと思います。改めてお聞きしたいんですが、人を怒らせる方法を学ぶ意義っていうのはどういうものなんですか？これはコミュニケーションの一つと考えていただければいいんですけれども、人とうまくやっていくこと、それは、コミュニケーションのある、片面でしかないんですよ。人を怒らせるということでですね、もっとより深く完全なるコミュニケーションを作っていただけると私の方は思ってるんですけど。完全なるコミュニケーション、はい、どういうことですか？例えば、人と人がうまくやっていく、それは、コミュニケーション、確かにコミュニケーションを取ってますよね。ただそれは完璧なコミュニケーションではないんです。だって例えばその人のことを本当に知ってるかなんてのは誰にもわからないことですし、誰かと例えば、言い争い、例えば、議論でも何でもいいですし、まあ喧嘩でもいいです、それによってもっとその人のことを知るっていうことがあるとは思いませんか？思います。まあ私が言いたいのはその辺のことなんですけれども、ね、コミュニケーションという形のないものをめぐり碑文谷の頭の中は常に構想で満たされている。この鋭い観察眼から独創的なさまざまな怒らせ方が生まれてきた。彼の発想の原点、それは一体どこにあるのか。忙しいですね。
まあおかげさまで、まあ、最近ですね、いろいろな講演とかですね、あとは、まあ、企業さんの方からもですね声をかけていただくことが多くなりまして、まあ一生こんな私ですが、ね、嬉しい悲鳴を上げております。いや、悪っていうか、結構明るかったんじゃないかな。本当にね、なんかこうちょっとしたことでね、人のことをからかったり、あとはまあ小馬鹿にしたり、まあ言ったさっきも言ったんだけどしたりして、それがすごく楽しかったんですよ。やっぱしその頃からそういう怒らせるってことに対して興味あったのかもしれませんね。ご兄弟は？あ、一人っ子です。一人っ子。わがままに育ったのかな、少し。この日は都内の某大学で定期的に行われている特別ゼミの日。彼の提示する新たな世界観は若者たちの感性をも引きつけてやまない。はい、みんな、おはよう。ごめんね、遅くなって。はい、じゃあ改めて、皆さんおはようございます。おはようございます。じゃあ、ごめんね、ちょっと早速だけれど、こういう方に入るけどね、まあ、突き上げ目線とも、まあ、呼ばれてたやつだよね。それをね、じゃあ今日はもうちょっと突き詰めてやってみようかな。高橋君、はい、目線の A、B、C、さて、何だったっけ。すいません、覚えてないんで、うん、君がもしかして僕をプラスやってしてるのかな。いや、本当です。はい、目線の B、 ビッチ。さて、次に碑文谷の講義は多忙のため月に数回しか行われない。にもかかわらず怒らせ方を学びに来る熱心な生徒は後を絶たない。いいところついてるんだけど、人を怒らせる方法を学ぶ魅力、そして碑文谷淳が持つ人気の秘密とは一体何なのか。碑文谷先生は人気があってもうなかなか取れないんですよ。抽選でも漏れちゃうことが多くて、ようやく今回取れたみたい。ちなみに真壁さんは、はい、なんで怒らせ方学びたい。昔から喜怒哀楽のドに興味があったんですよ。やっぱとりわけ4つの中でもドにすごく興味があって、それやっぱ学べるってことで前から取りたいなってもうずっと思ってました。